スマホ携帯ジャーナリストの石川進です。えー、ねあのスマホ決済非常にまあ盛り上がっているといいますか注目を浴びています。えー、ね去年まあ消費増税がありましてまあそれによってまあポイント還元ですとかまあそういった還元策がまあ国を挙げてやってるというところがありますけどもまあねそれより前にスマホ決済を普及させようとまあソフトバンクグループのペイペイがまあ百億円を使ったキャンペーンというのをまあねやったりもしました。ね最近ですとまあだいぶね。 各社まあ20%ですとか40%ですとか、まあ、そういったポイント還元をやってるんですけども全体のねポイント返ってくる額としてはまあ相当少なくなっている、まあ、数千円レベルだったりもするのでまあねコンビニでちょこちょこ使ってもお得を実感するというのがまあ一般的になっていたのかなというふうに思います。でそんな中 KDDI の AUAU、まあ AU の KDDI がですね新たにまあね今まで AU ウォレットと呼ばれるまあ、えー キャッシュレスサービス始めてましたやってましたけれども、まあ、あの au ウォレットをブランドを一新して、まあ、auPay にまあ統一していくという話をしていますでそんな中、まあ、au としては相当、ね、QR コード決済を力を入れていくということでかなり大々的なキャンペーンを展開することになりました誰でも毎週10億円もらえるキャンペーンと題しまして <laughs> au ユーザーだけではなく ドコモであろうとソフトバンクであろうと格安スマホであろうとあらゆるユーザーに対してまあ au ペイを使えば相当な額をまあねプレゼントするというキャンペーンを始めますこれ一人当たり最大7万円分のポイントをあげるということなのでまあねそれこそ大きなね買い物をして家電ですとかまあそういったものを買ってまあ7万円分のポイントを受けるということが可能になっております こちら、えー、キャンペーンとしては2月の10日からスタートいたします。でこれねあのいきなりドンと、ねえー、ポイントが返ってくるものではなくて毎週毎週 KDDI としては10億円分の予算を用意します。これがまあ7週間続くという形になるので、まあね、1週あたり10億円でこれが7週続くということになっております。でえー、期間間が、ね、この7週間の週うち ステージが3つ分かれておりまして3週間後と3週間後と残り1週間というパターンになっていてステージ1ステージ2に関しては AUID1ID あたり3万ポイント返ってくるとなのでまあ、ね、2回ステージがありますので計 6, 6万ポイント。 でまあ、最後のステージ3に関して言いますと、まあ、1週間で1万ポイント返ってくるということなので3万3万1万で合計7万ポイントが返ってくるという計算になります。で、まあ、今回ね au としては20%のポイント還元という計算になりますのでつまり3万円のポイントが返ってくるには1週間あたり15万円。 使うということになります。なので15万円、15万円15万円5万円を3つのステージで使っていくと、結果として7万円分のまあポイントが返ってくるということなので、7週間で3。5万円を使うと7万円返ってくるという計算になります。これね、あのー、毎週毎週ね。ちょっとずつコンビニで使ってくるなかなかね。コンビニでこうね。1週間で。 結構長く使うのは難しかったりもしますし3週間で15万円使ってくるのは難しいと思いますのでまあね a ゆうの場合ですとまあ家電量販店でも使えるというふうになっていますのでまあね家電量販店でまあそれなりのものを買うというのがいいのかなとまあね春のタイミングだったりもしますので例えばねえ15万円ぐらいのパソコンを買い替えるですとかあとまあ大きなね冷蔵庫洗濯機テレビを買い替えるなんていうのもいいでしょうし あとまあ周りで私の周りで人気なのはヘルシオホットクックがやったのと人気でして、まあ、このキャンペーンに合わせてヘルシオホットクックシャープのねあのホットク,ックだけで料理が完成するというものをね、まあ、買ってみようかなというような話をしておりました。でこれあの、まあ、AU の、ね、AUPay というまあアプリを使って、まあ、実際には決済するんですけどもこれね AUPay という名前はついてますけども何も AU ユーザーだけが使えるというものではありません。 今回ねキャンペーンでは誰でも使えるという言い方をしていますので、まあ、ドコモユーザーであろうとソフトバンクユーザーであろうと、まあね、アプリをつく、えー、実際に設定してまあ支払うことができるということなのでこれねあの実際に大きなお買い物を予定しているような人からするとかなりお得な仕組みになっているのかなというふうにも思います。で AU として、まあねあのー、ここからはまあスマホ決済全体の話になりますけどもやはりまあスマホ決済で言いますとだん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 、ね、もう今までこうい,ろんな、ね、いろんなペイがありましたけども、まあ、だんだん、ねえー、キャリア系といいますか携帯電話のサービスを提供している会社にまあ集約されてくるのかなというふうにも思います。先日は、ねあのー、折り紙ペイが、ね、結局まあ単独でサービス提供することは断念して、まあ、メールペイに買われてしまうという状況もありましたし どん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 ねドコモの d 払い KDDI の auPay ソフトバンクの PayPay あと楽天のまあ楽天 Pay というようなまあキャリアの、ね、サービスがキャリアが提供しているところにまあ集約してくるだろうというふうにも思われます。これ一つにはまあキャリア系が強いのは、まあね、携帯電話会社の場合ですとユーザーが毎月毎月まあ、ね、通信料金払ってるとなので毎月毎月その払っている通信料が結果としてポイントになってくると。 なのでまあそのポイントをまあね変えてえコンビニとか家電量販で支払われるというところでいうと毎月何かしらポイントが加算されるというところがねえそういったスマホ決済では使いやすくなるのかなというところもあります。あとねやはりそのまあ最近ですとまあオープン化が進んでいましてまあいろんなところでポイントが貯まるということをやっています。 まあね、その点で言いますと楽天が非常に強くて、まあ、楽天が、ね、いろんなこうリアルなお店でポイントたまりますよということをやっていますし、まあ、あと、ね、ドコモも、ね、D 払いで D ポイントがたまりますよと D ポイント後は、ね、ポイントカードを提示すればポイントたまりますよということもやっていますし、えーまあね、その点で言うと PayPay、まあ、ペイペイがこの先、ねまあ、T ポイントをどうしていくか T ポイントはソフトバンクも出資してますので T ポイントと PayPay ペイペイの連携というのも今後増えていくるでしょうというところです、まあ、AU、e、に関して言いますと Ponta、まあ ね、映画ポンタとも提携しましたので、まあねえー、今年の5月以降に関して言うと、えー、ポンタで街なかのお店ですとか、まあ、そういったところで、えー、ポイントが貯まるで au の auPay では、まあ、au の、ね、料金でも貯まるでさらには、まあ、それが実際にお店で使えるということで言うと。 ポイントが貯まるというのも重要ですしキャリアのまあ料金プランでポイントが貯まっていくというところさらにまあコンビニで支払えるリアルのお店で支払えるというような流れになってくるのかなというふうにも思います。うん、で、A、au に関して言いますと今回、ねまあ、メッセージとしてあるのが、まあ、スーパーアプリカを目指すんだという話をしています。 これねあのスーパーアプリという言い方に関してはまあ定義様々ありますけども先日ね PayPay も自分たちはまあ、ね、スーパーアプリ化をしていくんだと1つのアプリの中でまあいろんな、ね、金融サービスができるようにすると、まあねえー、単に金融サービスだけではなくて、まあね、タクシー呼んだりですとかあポイントカードになったりですとか、まあ、そういったことができるようなアプリを作っていくんだという話をしていて KDDI に関してはまあ金融に強いアプリを目指していくという話をしています。 ね、KDDI グループに関して言いますともともと結構金融サービス強化したとというところがあります2008年にまあ自分銀行、ね、三菱東京 u FJ 銀行を立ち上げて自分銀行を作って、まあ、銀行というものも自社でやっていたりもしましたしさら、まあ、には、ねまあ、損保ですとか、まあ、株コム証券ですとかあといろいろと、ね、オンライン決済ですとか、まあ、ありとあらゆるまあサービスを提供しつつあるというところですね。 なので、まあね、えー、そこによってまあねとにかくお金周りのことは1つのアプリケーションでできますよというようなスーパーアプリを目指していくというところなのかなという感じです。であのこれまあよく言われてますけども今ね、ねペ,ペイサービスいろいろとまあ盛り上がってて、ね、いろんなサービスありますけどもやはり、ねそのパえー、ペイの決済手数料決済手数料単独で儲けるのは難しいだろうというふうにも言われています。 なのでやはりね、えー、スーパーアプリを目指すことによって例えばこう金融でお金を預けてもらって、まあ、そこからね、えー、いろいろとまあ金利を発生させても儲けるという手段もあったりもしますしまあね単に決済は本当にこうねユーザーとの接点の窓口の一つだけであって、まあ、そこからねいろんなサービス金融サービスを使ってもらうことによってまず 携帯電話会社としては儲けるという方向もありますしまあそういったねいろんなポイントを付与していろんな他のねサービスを使ってもらうことによって、まあ、ユーザーの満足度を上げて辞めさせないという風な方向性もあるのかなというふうにも思いますなのでまあね、あのー、そういったところで言うとキャリアにとってみるとユーザーを辞めさせない手段になっているというところもありますしこれねあの今回まあ相当 KDDI ね大盤振る舞いな ね、キャンペーン展開してますけどもこれまあね見,よう見方によっては総務省がねスマートフォンの端末割引を上限2万円までというふうに規制したことによってまあそういったね今まで端末割引で使っていた原資が通信料の値引きではなくて、まあ、こういったねポイント還元に回ってんじゃないのかなという見方もできると思います。 とにかくまあキャリアとしてはねユーザーを囲いたいとユーザーに満足度を与えて au をやめないでほしいというところでいうと端末の割引はできませんならばじゃあねこういったポイント還元することによってまあね満足度を上げてもらおうというような流れになっていると思いますでね表向きはねあの au ユーザーも歓迎ですよというふうに言われてますけどもただね やっぱりまあメインは au でね実際に通信料を払ってる人がまあ囲い込みたいというところもあるでしょうしまあねあの総務省に怒られないためにまあ表向きねどんなユーザーでも還元ですよと言ってるんじゃないのかなと、ね、実際の囲みでは否定されてますけどもまあね実際のところはそういった背景もあるのかなというふうには思います。これね、あのとにかくくくユーザーザででななててももも、そうなくてもいいんですけども まあね、最大7万円、ね、あのまあ35万円払って7万円返ってくるというところで言うと、まあ、相当、ね、額は大きいので。 まあなかなかね、家具商品に限ら,ててられてきちゃったりもしますけども、大きな買い物を控えてるですとか、まあね、このタイミングで、ね、新しいものを買ってみようと思う人は、ぜひともね、UPay をぜひと活用するのがありなのかなというユーザーじゃなくてもいいというところが肝だったりもしますので、とりあえずは、ね、7万円をゲットするという覚悟で使ってみればいいんじゃないのかなというふうにも思います。はい、以上で私からの a UPay の解説になります。 私、現在、書籍を出しておりまして、未来 IT 使い、これからの 5G ビジネスという本を出しております。こちらね、先日10版も決まりまして、結構売れてる本なので、5G に興味があるですとか、5G ね、いろいろとちょっと勉強してみたいという人は、ぜひとも書店で手に取っていただけたらなと思います。引き続き、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。